皆さんこんにちは、ウェルビーチームの大原です。本日は最先端コネクティッド e バイクウェルビーについてご紹介していきたいと思います、はい、それではですね、ウェルビーについてご紹介したいと思います。ウェルビーは IoT と連携した電動アシスト自転車です。電動アシスト自転車というのが、電気とモーターの力で人力をアシストする自転車という、自転車になります。ただウェルビーはですね、そこに IoT と連携をしているので、そこが特徴になります。はい、それではですね、ウェルビーの特徴について、お話ししていきたいと思います。ウェルビーの特徴なんですが、実は6つありまして、まず1つ目なんですけれども、このスタイリッシュなデザイン性です。はい、皆さんこれ見ていただいてどうですか？電動アシスト自転車に見えますか？私最初見た時、これ普通の自転車かなと思ったんですけども、本当にスタイリッシュなデザインで、これですね、なぜかというと、実はこのフレームの中にバッテリーが内蔵されてるんですね。ですので本当に見た目もすっきりとした素敵なデザインになっています。はい、それではポイント2つ目、2つ目はですね、このウェルビーの車体の重さなんですけども、皆さんこのウェルビーどのくらいの重さだと思いますか？実はですね、こちら 16.8 キロという重さになってまして、電動アシスト自転車でいうとかなり軽い方になります。はい、だいたいよくこう電動アシスト自転車で思いつくのはママチャリとかなんですけど、それですと24キロくらいですかね。ただウェルビーは本当に軽いということが特徴です。ちょっと持ってみますね。うん、結構女性でもそんなにこう、まあね、多少は重さはありますけども、すごい重いっていう感覚はやっぱり、はい、次、特徴3つ目、3つ目は充電方法に特徴があります。充電なんですけども、こちらフレームの中にバッテリーが内蔵されているので、充電がこちらの充電スポットですね、ここを開けていただいて、実はですね、ちょっとこの充電器が今あるんですけども、この充電コードをこんな感じでここのスポットに挿していただく形で充電となります。で、だいたい2、3時間ぐらい充電していただきますと、フル充電になりまして、でウェルビーで実はですね、ちょっとこう100キロ乗れるか乗ってみたっていう動画がまた別にあるんですが、うちの女性社員が乗ってみたんですけども、まあ最大100キロっていうことで仕様としても書いてあるんですが、本当に完走することができました、はい、なのでですね、この充電しっかりしていただいて、皆さんもぜひライドを楽しんでいただければと思います。はい、それではポイント4つ目、なんとですね、カスタマイズが16パーツもできるというのも特徴です。で、ぜひ皆さんカスタマイズした今自転車たちが多分画像で見れてるかなと思うので、ぜひぜひ見てみてください。本当に16パーツっていう風になってくると、皆さんだけのオリジナルのウェルビーを作ることができますので、そのカスタマイズも楽しんで、乗っていただければと思います。はい、それではポイント5つ目、5つ目はですね、なんとウェルビーは自転車だけではなくてアプリがあります。ウェルビーのアプリ、こちらを使って、マップ機能、それから、ヘルスケア機能、そして鍵のシェア、さまざまな機能がついて、ウェルビーと連携して使っていただくことができます。その他にも指紋認証で鍵を開けていただくという機能もついております。そしてポイント6つ目ですが、こちらフォローサービスも充実しているのが特徴です。標準で初期不良1ヶ月保証がついていますが、さらにですね、このフォローサービスプレミアムに、こちら入っていただきますと3つのサポートがついてきます。1つ目が修理サポートでして、こちらなんとですね、修理費が半額になります。そして修理時のですね、間、代車のレンタルも無料で提供しております。2つ目は保証パックです。
こちらは盗難保証はもちろん、皆様が、ご自身で入っていただく賠償責任保証のこの加入なんですが、こちら弊社で入って手続きをしますので、面倒なお手続きですとか、費用の方もかかってまいりません。そして最後、カスタマイズサポートですが、こちらは先ほどご案内したカスタマイズの、パーツを弊社の整備士が車体に取り付けてお届けします。そしてその工賃ですね、こちらもなんと半額でご提供しております。はい、それではウェルビーの購入先なんですが、現在ですね、クラウドファンディングサイトのキャンプファイヤーで3月31日まで、ウェルビーをご購入していただくことができますので、ぜひそちらからご購入ください。そちらでご購入いただくと特典もありますので、皆さん、リンクを貼っておきますので、そちらからぜひご購入お願いします。このキャンプファイヤーが終わりましたら、それ以降はですね、直営サイトの方でオンラインでご販売をしていく予定となっておりますので、キャンプファイヤーでご購入できなかった方はそちらでお求めいただければと思います。ウェルビーなんですけれども、一度こう乗ってみたいという方、ぜひですね、試乗会にお越しいただければと思います。こちらの西日暮里ベースにて随時試乗会を行っておりますので、そちらホームページからご予約をいただいて試乗にお越しください。はい、皆さん、それではお待ちしてます。